ういうことね。そっか、まあまあまあ恒例ですよね、恒例になっておりますよね。全部回転した。いらっしゃいませ、トーカジノへようこそ。トーカジノでは200チップを元手に4種類のゲームでお遊びいただくことができます。2種類増えたのかな。増やしたチップは景品交換所で豪華な景品と交換することができます。200チップ以上になりましたらお預かりいたしますので、次回から増やしたままで遊べますよ。その時はきちんとアパートで今日のカジノでの出来事を日記につけてくださいね。それではごゆっくりとお楽しみください。そうですね。スロットとルーレットと、あ、これ交換所なんだ。サロン。サロン。サロンは嫌な予感がするな。スロットルーレットが増えたのか。玄関か。サロン。じゃ、景品交換所見ていい？今日はもう取らないんですけど、だいぶあれなんで。いらっしゃいませ。ここは景品交換所です。お手持ちのチップと引き換えにアイテムと交換することができます。はい、どうぞ。どの景品にしますか？はい。二人で言う。ブロマイドと、ドラマカードね。ちょっと待ってよ。おい、ふざけんなよ、ドラマカード。ドラマカードなんだよ、必殺技。攻撃ビュアー、公演。あー、そういうこと？カジノ体制のトランプで、マリカ駅団の方から特別な服着替えて、あー、クールこれ、大変だぞ。俺、マジで言ってんの。マジで言ってんの。限定版レコード。ちょっと待って、どんだけあんの？おい、チップどんだけ増やさせる気だよ、これマジか。マジか、これ。あ、ガット用途ってなかったんだ、そういうこと？あ、違うか。お前こんな、こんなマジ言ってんの？数おかしいだろ、ヘッド。マジで言ってんの、これ。マジか、お前。ガチか、今日これ。はい、一旦今日は休憩します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。またのご来店、お待ちしております。地獄か、これ。なんだかの数値。マジか。はい、というわけで、これ選べるの？選べるの？あ、なんか素敵ね。歴代タイトル画面がやってくるの素敵ね。なんか、ちょっと待って、ブルーツ、え、待って、バッテリー切れた？嘘だろ？おい、ちょっと待って、始まったばっかのに、バッテリー切れた。さあ、充電してまいりました。OK。あー、そっか。こういうのが出るんだったね。ここで止まったんだよね。これは何だろう？ワン選ぶとどうなの？いまいち何を、が違うのかわからんけど、とりあえずワンからやってみよう。カジノ対戦。何だろう？あ、これあるのね。これ何回も見れるの嬉しいな。これ1回しか見れなかったと思うからな。そうでもないか、何回か見れたか。前のシリーズのやつ、トランプ対戦と、花札対戦だっけ、恋恋対戦だっけ。選べるの嬉しい。何にしてもこのタイトル画面見れるのちょっとやっぱいいわ、上がるわ。はい、完全にマイシリーズやってると懐は覚えているか。Y シリーズやってる人がテンション上がるようになってるもんね。ほい。前回お預かりしていたチップです。どうぞお受け取りください。200ですね。なんか、タイトル画面にチップって出るようになってました。タイトルっていうか、始める前のところ。で、ポーカーとブラックジャックと、なんかいろいろあるんだけど、前回監禁所みたいじゃんね。サロン行ってみようか、まず。休憩。みんなもいるかな？パートナー選択。システム説明。どういうこと？説明して。システム説明。マリカ駅団5人の中から1人を選択してパートナーにすることができます。このパートナーに自分が所持しているチップの一部を渡すと、そのチップを元手にゲームをしてきます。パートナーの調子が良ければチップを癒して帰ってきてくれます。パートナーの選択画面で一緒に遊びたい隊員を選択し、丸ボタンで決定してください。その後自分のチップをパートナーに振り分けてください。振り分けやパートナーのキャンセルは×ボタンで行います。10枚単位で振り分けることができます。渡せるチップは手持ちの半分まで100枚ね。サロンを出るとパートナーは自由に遊びに行ってしまいます。L2 でウィンドウに、様子が出ると。しばらくしてサロンに戻るとパートナーも戻ってきますと。で、どれだけ稼いだかがわかると。全部使ってしまう場合もありますと。かけ方には個性があると。うん。一番増やしそうなのはロベリアだけどな。エリカ。ああ、こういう感じ。ロベリア。ココリコ。クリシール。ハナ。なんでこれ今、どういう順番で次に行ってんのこれ。なんで二人飛ぶときがあるの？二回判定されてる、判定、なんか、ここだけ、使用ミスってない？二回判定されるぐらい、判定が早いときがあるな。なんか、やたらとボタンの判定時間が短いときがあるな、これ。
ミスってんじゃないかな。セガさん、レッドミスったな、多分。まあ、ロベリアかな。うん、ロベリアかな。強かったしな。稼いできそう。私か？うん。ギャンブルにはうるさいよ。だろうね。ねえ、チップをくださいな。しっかりとお稼ぎしてくるから、絶対こいつ抜くよ。チップ、なんか、ちゃんとくれなさそう。7割ぐらいでいてくれそう。じゃあいや、70ぐらいしとくか。どうぞ。稼いでこいよ。それじゃあな、がっぽり稼いできてやる。俺ゼロになったらどうなの？もうできないの、二度と。じゃあ、前回やんなかったルーレットマシンとかスロットマシンとかやっていきましょう。いや、僕地獄のように、中には不具合なルールもあるので、スロット台もあるので遊んでください。スロットルール。今回 B ゲーム本気出しすぎじゃない？なんか、回転した3つのリールのマークが揃えばだよね。そうだよね。スロット台はレートの異なる6種の台から選択できる。中にはスゴロクのついた変わった台もあります。あー、なんか、ゲームセンターとかにある、あれね。なんとなくわかるかな？なんか、そういう感じのやつね。うん。L でスロットを回す。コマの移動。桜台。桜台ってなんだ？チップをかける。チップを5枚かける。パネル切り替え。桜台。桜台ってなんだ？成績見てみる。こういう感じね。投入額と獲得額と、お与えた回数、ノーマル。なるほどね。これ感覚でできるでしょ。桜台だけじゃ謎だから。ここら辺は感覚でできるでしょう。ああ、はいはいはい。ラインを決めるのね。で、配当ね。桜台。スゴロク付きの特別な台です。レートの異なる3つの台が用意されています。大神駒を進めて、さらに高配当を狙いましょう。こっちの方がいいような気がするけどな。スゴロクね。まあ、いいでしょう。ここら辺感覚でできるでしょう。では遊ぼうぜ。読むのだるいし。読み上げるのだるいんで。多分見てる人も早く遊べようと思ってると思う。ほう。これ桜台？レート1、レート10、レート100。レート100が稼げるやつかな。スゴロク付き。あー、そういう感じね。まず練習で1で。はい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 。これ目押しできるのかな？これがスタートか。はいはいはい。あー、スタートするだけすごく進むんだ。かける2。なんだ、どこで止まってるこれ。勝手に止まった今。これは目押しできない。あれ、ボタンどこで止めるんだっけ？ L か。どこだ？ここ。ここか。あ、スゴロクを進めなきゃいけない。セーフティー。あ、エリカちゃんだ。エリカちゃんがやっぱ7なんだ。7なんだ。そんな感じはするけどね。ロベリアこれ稼いでんの？レベリア。ロベリアはくれたけど、稼いでんのかな？あ、これ矢印選ばなきゃいけないんだね。なるほどね。いまいち止まるのがわからんけど。ああ、間違えた。ああ、いいか。あれ？これでも斜めになるのか。かける4。これ4倍ってこと？すごくないか。レート高くてかける4ってすごくない？ああ、揃った。え、200。え、どういうこと？5枚掛けして、ここで。で、スタートして、L はどっちのしてもいいのかな？ゴールとかあんのこれ。イメージ的に。台変えてみよう。あ、早くていい台変えるの。じゃあ10倍のレート。こっちで行ってみよう。あ、ロベリア勝ってる。え？あれ？ちょっと待って。間違えた。スゴロクなしにしちゃった。これ今スゴロク付きにしなかったっけ？なしにしちゃったの。配当表になったんだ。ああ、切り替わった。そうだね。あ、そうだ。いいとか。ああ、マップが違う。マップが違うんだ。あ、そういうのあるんだ。そっか、レート高いのとまたマップ違うのか。なるほどね。ハルちゃん来い。ダメか。そっか、そういう感じか。ちょっと普通のやつやってみるか。シンプル。これは、早いってこと。早いってこと。スゴロクがないから。そういうことか。スゴロクがないんで、早いのか。なるほどね。こっちの方が、時間短縮にはなるって感じかな。それでもこっちの方がいいな。どうなんだろうね。この時期って CR 桜大戦とか当たってくれ。かーエリカーエリカー。作編とかあんのかな。 CR 桜大戦の時期とか、なんかそこにもなんか持ってたりしないのかな。そういうパチンコになったりしないとすね。あれセガさんじゃないのかな。あれはよくわかんないな。サミーって言ったから。やるじゃん。あ、エリカちゃんってオルマイティーなの、もしかして。だから変なところでウィーってやってたのか。そういうこと。そういうこと。もう稼げたからいいわ、とりあえず。エリカちゃん、何オールマイティ？ちょっとよくわかんない。おい、20倍、ここ20倍か。
ここ行き来しようぜ。20倍。それはかなりいいんじゃないの。行き来しようよ。どうせ5マスずつしか進まないし。バーカお前、そういうこと。そういうこと。そういう罠あんの。どこだっけ20倍。わかんなくなっちゃった。戻れる前提にしなくていいのかも。例えば60時間ぶっ続けで動かしてっていうか、ここで放置してたとして、ロベリーは60時間分の成果を上げて帰ってくるんですかね。そういうことになるんですかね。ほらよっつって9億倍ぐらいくれたりするのかな、チップを。そういうことあんのかな。もはやバグだよな、それ。そういうの。エリハナ花火なぜ泣くの。花火のブカブカスタートに戻る多すぎるだろうが。エリカ、お前の力を見せてみろ。エリカ、エリカとグリちゃんだけだぞ。でもグリちゃんはリーチすら来てないからな。匂わせ女子エリカ、匂わせることすらしない女子グリちゃんこんな感じだな。なんかそれだったらグリちゃんの方がやだな。寂しいな。グリちゃんも匂わせてほしいな。期待ぐらい持たせてほしい。じゃあルーレット行ってみようか。ルーレットも特殊ルールあんのかな。2つのルーレット台を選んで遊ぶ。ディーラー2人ね。15ページ版の入れるだけじゃないの。1台はスペシャルルールが入った特殊な台です。まあ、これはいいでしょう。メルかシーかどちらかをディーラーとして選択することができる。うん。ディーラーがルーレット盤に弾を入れてから一定時間の間にベットしてください。うん。特殊なかけ方。いや、確認でやろう。裏で見ときます。履歴確認。履歴確認。ノーマル台。桜台。桜台って何なの？スペシャルルールやっていこう。はい。どっちかを選べるのね。メルちゃんとシーちゃんでね、どっちって言われたらね、俺はね、シーちゃんのます。私ヒューヒュー。ヒューヒュー。それでは、失礼いたします。はい。格好のエロさで言ったらメルちゃんなんだけどね、圧倒的になんか。うん。さ、始めますよ。この格好はやばいっていうとか。あ、そういうこと？当たればさらに2倍。うん。配当が2倍になります。ヒューヒュー。なるほどね。当たる確率に、はあ。当たる確率が下がることもあるのか。12分の1。2倍って珍しいのか。弾3個同時投げ。あ、そういうのもあるのね。1点掛けで100枚掛ければ、7200も少なくないか。では、入れますね。それ少なくないか。え、それだったら、1点掛け、ベッドモード、表示切り替え、ベッド、何枚？なんかすごい長いんだけど。あ、そこ？そういうこと？ほら、持ってけ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 、俺の持ってけよ。ほらほら、持ってけよお前ら、持ってけよ、持ってけ。あー、どこにかけたかよくわかんない。22ってなんか俺かけてなかった。やったね、かけてたよね。あー、中間ね。はい。あ、これ毎回あんの？これ下がってない？あー、減るんだ！うわー、そういうことか！え、2分の1やばくね？男が伝わります。いくつの数字には書けれない。あ、全掛けとかはできないってこと。なるほどね。え、でも100しか。あー、なるほどね。どうやってルールと投げてるの？これ。ここに。あ！ 1 箇所しか書けないのか。デメ。あー、これ今までのね。ベッド終了、ベッドモード変更。うん。あ、表示変更か、これ。ベッドモード変更。ベッドモード変更ってこれ何になってるの？ん？うん。ベッド終了です。とりあえず適当にかけた。俺何番にかけたっけ？あ、外した。ああ。うん。あ、これ毎回、もうね、早いね。3つも投げちゃう。当たる確率3倍。大神さん専用のルールですよとか言ったけど今。どういうこと？ 1 個しか投げてなくね。あ、3個投げてるわ、ちゃんと。ベッドモード変更。×。フラワー、ヨーロッパ。ナノゴール。シングル。ベーシック。通常。あー、なんかあんだね。なんか、かけるのめんどくさいんだけど。100とか前のベッドをそのまま引き継いでくれる方法ないの？割とめんどくせえんだけど。いまいち、わからんな。ルーレットとか、リアルでやったことねえしな。
ゼロだけ特殊だった今。5つだけ。では入れますね。1個にしかかけれないね。どういう調整してんだろうね。4つ、4つだけになっちゃいますって言われても。そんなもんゼロでしょ。わかんないけど。ゼロってなんか特殊な感じじゃなかった。赤陣営にも黒陣営にも属してないように見えたけど。イーブン、おっと。サード12、セカンド12、ファースト12。なんだろうね。1、2、2、2、1って書いてある。イベント、1、2、18。1から18ってことか。終了です。なるほどね。あー、ダメでした。あー、その盤面が変わってんのか。そういうことね。あの、すいません。どうやって終わればいいのこれ。残念、ルールだし、そんなバカだ。今、入れますね。入れちゃうんだけど、ちょっと。このゲームから出たいのに、しーちゃんが返してくれないから、ロベリア助けて。ロベリア、あ、できた。これさ、絶対ルーレットの方が良くないか。これそんなに良くなくない？あ、ルーレットじゃない、スロットの方が良くない？全然稼げんかったけど、ちょっとロベリアどれだけ稼いだ？戻ってきてる。めっちゃ稼いでみてくれよ。30ってなんだそれ。値だからこれぐらいで負けすんだぜ。ワイン飲んでるからよいけ。お前何やってきたんだよ、バカな、お前。30ってのもエリカちゃんでいい、エリカ。来い、エリカ、荒らしてこい。潰してこい。OK です。OK です。私にはチップをどのくらいくれるんですか？そっか、俺がチップは負けなかったからか。エリカ、行ってこい。行ってこい、エリカ。荒らしてこい、バオ。じゃあ、行ってきます。期待しててくださいね。元手がどれくらいかなのかな。やべえ、半分あげちゃった。つい半分あげちゃったわ。そっか、どれくらい必要なんだっけ、ちなみに。はい、どうぞ。あ、どの景品にしますか？お、はい。え、あれ？あ、これね。1、10、100、1000、万、10万。あ、10万か。100万か、せっかくには。じゃ、そんなにではないな。法外な桁数で、もうこれここに買えるもんね。買ってみるか、一個。え、どこですか？パリカ駅団や怪人たちの必殺攻撃を見ることができます。公園でもご覧ください。なるほどね。特別な衣装に着替えてくる。トランプで、ほう。え、これもう、え、前の衣装見れないってこと？そうなると。そういう感じかな。え、てかこれ、今交換するより絶対増やしておいた方がいいよね。そういう感じだよね。オッケーオッケー。ちょっと衣装だけ見よっか、じゃあ。衣装ね、トランプね。じゃあ人数たくさん見るためにはブラックジャックの方がいいかな。複数人でやるから。パリ歌劇団の面々が、あ、選べるんだ、もう。そっか、選べるんだ。じゃあ、エリカちゃんと、あ、ああ、メイド服、戦闘服、レビュー服、特別な服ってどれだったんだろうな。これみんなが増えたのかな。エクちゃん多いな。かメイド服があるのか。高速着。高速着。あ、ダーデル様はない。アメちゃんは戦闘服。シーちゃんもメルちゃんもない。サリはない。カルマルさんはない。カエバないか。なるほどね。そういうことか。一回メイド対戦やるか。はい、メイド対戦。高速着って。高速着もどうかと思って。これいくらかけるとかないの？ああ、来たな。ただ単にブルーメール家のメイドたちが遊んでるだけだな。なんか。さあ、勝負です。勝負です。オッケーオッケー、そういう感じね。じゃあ、以上です。そんな、あ、ベッドさんあんだな。あ、線かけれるんだ。そっか、こっちも変わってんだ。多少。なるほどな。バーストしたね。